久保さん。やっぱ若い人から学べるってすごいですよね。うん、やっぱ、やっぱ年を取った人の話って、まあ深みがあるじゃないですか。まあそれだけ何十年も年取ってるんで。だから、あの、学びは多いと思うんですよ。だけど、若い人から学べるって、それも逆にすごいですよね。だって濃縮されてるわけですからね。<laughs> あ、すごいなと思いますけどね。で、そうそうそうで。今回って今は持続化給付金ですよ、久保さん。 <laughs> あのこの前ですね、僕は税理士さんと打ち合わせして、僕は会社設立してまだ1年目なんですよね。1年経ったか。で、持続化給付金って前年度のなんか売り上げに対してと思ってたんですね。で、この前相談したときに、いや、いけるかもしれないですって、いうまあ、その決算のタイミングとかで打ち合わせしたんですけど、それ全部出してみるんで、まあいけたらやりますみたいな。だから、いけるかもしれないですね、僕、もしかしたら。 も,もらえるものはちょっともらってきていないな。で、税理士さんと話してて思ったのが、やっぱね、すげえサブスクだなと思いましたね。あの、すげえ話してたんですけど、やっぱね、何の影響もないんですよね。何の影響も、その売り上げに関して。たださ、なんか、世の中がどのような状況になっても、世の中何変わっても、日本の本当に確固たるルールが変わらない限り、税って絶対あるんで。 なんか僕ね、すげえ、そすごいっすねって話してたら、いや、起業するときにめちゃめちゃ考えましたって。で、その人は、その、僕の税理士さんは、就職絶対したくなかったらしいんですよ。絶対。もう就職は絶対やだと。で、じゃあどうすると。ただ、ビジネス、俺ちょっとあれだなと。じゃあビジネス自分でやらないんだったら、何があるかなって、めっちゃ考えたらしくて。で、あこれ税だったらこうああの、絶対必要だし、みたいな。 で行き着いてそのなんだあの税理士になったらしいんですけどだからもう就職してないですよただその税理士になる上ではなんかその23年どっかのとこで働かないといけないっていうなんかそのルールがあるみたいでそこはなんかやったらしいんですけどだから就職してないんですよまあそのねどっかで修行するっていうのはあのちぼうこみたいな必要らしいんですけどそれ以外はもう自分でやる って感じであ、すごいっすね、みたいな、そこまで考えてたんですね、みたいな。<laughs> うん、だからね、やっぱその、僕思ったのが、自分でビジネスしなかったとしてもですよ、自分でビジネスしなかったとしても、やっぱ考えるってこと大事だなと思いましたね。めちゃめちゃその人考えたって言ってたんで。うん、だから、将来のこと先の先まで読んで、何がいいのかっていうところを選んで、 やってる。で、なんかその人は、今、税理士さんの人、今、今、ちょっと暇なじ、暇な時期なのか、なんか、毎週ゴルフ行ってるって言ってましたね。あ <laughs>、毎週ゴルフ行ってですよ、みたいな。いいっすね、みたいな。世の中、世の中コロナで行ってんのに、毎週ゴルフ行ってます、みたいな。すげえな、みたいな。もうすごい普通、でね、まあ、まあ多分ね、オンラインサロンとかあるじゃないですか、サブスクみたいな。流行りましたよね。今流行、あれですけど。いや、僕、最強のサブスク、 じゃないかなと思うんですよ。で、やっぱりその、一回その、その人に、うん、その、お世話になると、まあその会社のこととかもだいぶ知ってるから、か、新規でまた買えるのっていうのめんどくさくないですか。だから、かなり安定的に、一回その人に、まあ本当にその、馬が合わないとかね、本当になんか微妙な税理士だったらあれだと思うんですけど、多分、普通によか、普通に対応してくれて普通に良かったら、多分ね、永遠に継続すると思います。 だってめんどくさいですよねまた新しく会社のことを話したりとかそこで関係性築くのうんだからその何年目は何年でいうの全部分かってくれてるからこれ最強のサブスクだなと思いましたけどねまだ若いんですよ30多分ね僕と同じか下か上か1個上とかまああんま変わんないんですけどすげえなと同じ大体年代であのー、税理士やって が今,ね、今のこのご時世 <laughs> 毎週ゴルフ行ってるみたいなね <laughs> いや儲かってるなみたいなね <laughs> まあ儲かってるというかそ,のそういう概念じゃないんですけどまあ安定して収入得てるなっていうところでうんやっぱね考えるってことは大事ですからね考えろはいだから20代の子も結局めちゃめちゃ考えて行き着いた子の子が凡人ってっつってましたから自分と対話したりとかねあの生き方とか20代で なんか結構ね、やっぱ考えるってことをみんなしてないのかなと思いますね。うん。だから多分、その税理士さんの人も、その20代、その大学の時ですよ。超考えたんですよね。今後の自分の人生において、めちゃくちゃ。で、絶対就職したくないからどうすりゃいいのみたいな。ここが大事で。ここ結構大事なんですよ。絶対就職したくないからどうするみたいな、俺。でもビジネスでもな、俺できるかな。でも、 いろいろ考えてこれ硬いみたいなこれは硬いぞみたいな <laughs>、ね、考えるって大事だなっていうだからどの、うんどの時期人生のどの時期にもう深くね深く考えて深く行動していくかっていうのが結構人生の分かれ道なのかなと思いますもちろんその年齢を重ねた後に また違う路線、久保さんみたいに40からネットビジネス始めて、こう行くってこともできますけど、多分久保さんも40の時に、その、マージャン店の時にね、めちゃめちゃ考えたと思いますよ。このままでいいのかなっていう、このままいったら倒産だし、もう赤字だし、多分その時考えてなかったら、多分やってないと思うんですよね。うん、なんかいろいろ多分まあ、それはね、経営者の悩みというか、まあ、常に考えて、常に悩んでたと思うんですけど。 従業員とのあれとか固定費の部分とか、もう常に考えてただろうし、何か新しいことやらないといけないなっていう。やっぱね、考えるってことはね、ほんと大事かなと。もうこれで人生が分かれますね。いってらっしゃい。